アンドレアス・バーダーは、西ドイツのテロリスト、ドイツ赤軍の創設者、指導者の一人、1968年に、ウルリケ・マイン・ウンホフ、クドルーン・エンスリンらと、極左地下組織、バーダー・マイン・ンホフグルッペを結成し、銀行強盗、爆破、誘拐、窃盗など、あらゆる犯罪に手を染めた、ミュンヘン出身。父親は、中流クラスの歴史学者だったが、彼が2歳の時に、 ソ連で戦死した母親とおばたちに甘やかされて育ち、性的衝動が強く車を猛スピードで運転することを好んだ。20歳でベルリンに出て女流画家夫婦と同居して1965年には女の子を産ませた。翌年、ベルリンの学生デモでクドルーン・エンスリンと出会い、愛し合うようになって子供を残してフランクフルトに行った。 そこで彼女からドイツ社会主義学生連盟の左翼的戦闘集団に引き合わされた。1968年にエンスリンと二人の同志たちと共にデパートに焼夷弾を仕掛けて逮捕され三年の禁固刑を宣告された。14ヶ月服役した後仮釈放されフランスに逃亡した。しばらくはおとなしくしていたが、 やがてベルリンに戻り1970年に再逮捕され、同年5月に仲間の手引きで脱獄している。警察から逃れるため中東に行き礼戦火の1970年に、レバノンの PFLP 訓練施設で数人の仲間と共に戦闘訓練を受けたが、アラブ人とは仲が良くなかった。 ベルリンで赤軍が再建される都市金源の確保のため、銀行高等を精力的に繰り返し1971年から警官を射殺し1972年5月からは、西ドイツ各地で連続15件の爆破事件を起こした。1972年6月1日、フランクフルトでバーダーは仲間と共に赤軍の爆弾製造工場にやってきたが、張り込んでいた。 警察官と銃撃戦となり膝を打ち抜かれて降伏した。逮捕され、シュトットガルトのシタムハイム刑務所に収監された。しかし弁護士で赤軍審判のクラウス・クロワッサンとジークフリートハークが組織の後継者となる第二世代のメンバーの勧誘と訓練などを行いながら、獄中の第一世代と面会しその声明をマスコミや支援者らに伝えていた。極中でバーダーたちは 激しい国中、法廷闘争を繰り広げ何度も大規模なハンガーストライキを行い、また1975年には RAF 第二世代のメンバーが政治家、ペーター・ロレンツの誘拐事件、ストックホルムの西ドイツ大使館選挙事件などを立て続けに起こしたが、1977年にはバーダーたちに終身刑が宣告された。アンドレアス・バーダーの墓ドイツ赤軍は、 バーダーたちを釈放させるために、同年10月にパレスチナゲリラに依頼して、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件を起こすが、失敗。それを、ラジオで聞いた、バーダーは、もう一人の仲間と共に、獄中で、ピストル自殺した。厳重な警備が敷かれていたはずの刑務所の獄中で、なぜ自決用のピストルが入手できたのかは謎である。公式見解では、 彼の弁護士が持ち込んだとされるが、国家権力による法的手続きのない処刑だったのではないかとする陰謀論も存在する。少年時代から父親のいない家庭で育ち、私的でカリスマ性を持つと同時に、気候や不良行為の常習者で、自らを哲学者の家系であると自称したり、自動車泥棒をしたり、同性愛者を誘惑して、 相手が釣られたところを激しく侮辱するという行為を繰り返していた。革命のためのテロ行為に強い興味を示していても、革命のための理想にはあまり関心がなかったと言われる。また女性別種の強い人物だったと言われ、グドルンとウルリケを含む全ての女性メンバーたちを女性機の別称で呼んだり、自らが脱獄しようとした時に、計画の主導権を握っていた女性メンバーたちを褒めずに、 ついてきただけだが抵抗してきた監視を射殺した男性メンバーのみを褒めるといった行為にそれが顕著だった。ありがとうございます。